こんにちは。こんにちは。顔もしてきたね。サロモンスノーボードマーケティングの安藤です。サロモンスノーボード、プロダクトの加賀です。トールじゃないの。そうですね。トールです。そうです。いや、久しぶりの撮影ですし、ですね、今回自撮りですからね。そうです。そう、カメラマンで。前回とはね、違いますからね。ちょっと。だいぶ照れちゃうっすよね。誰もいないとちょっと照れますね。トールを覚えてもらうって言ってるのに加賀谷です。まあまあそこまで愛嬌で、はい、まあ行きますか。ちょっとねテンション上げて2人だけで撮ってますけど、テンション上げて、はい、行きましょうか。行きましょうか、はい、今日水飲まなくて大丈夫ですか。今日はね大丈夫です。飲んどいっぱい飲んだんで、はい、今日のお題は FS2000 シリーズというプロダクト群のご紹介をしたいと思います。後ろにある、ね、ボードバインディングブーツ、このねワンセットのことを言うんですけど、そもそも FS2000 シリーズっていうのはどういったものですか。そうですよね、そこまずね気になります、ね、なんかカメラとかありますまあ FS2000 っていうのは、はい、まあ要するにはですね、はい、まあリバイバルになるんですよね。リバイバル、はい、まあ、リバイバルといってもあれですね、要はネオクラシックの意味のある、まあ、シリーズですね。今ネオクラシック系って結構若者には結構流行ってますよね。昔のあのかっこいい、うん、まあ、昔のものを今の若者はかっこいいっていうか、なるほど、ね、そういうストリートのカルチャーもありますよね。その昔のかっこよかった、ね、ものクラシック、ネオクラシックですね。それをまあこういうふうに形にしたんですよね。だからこれでいくと昔のこのスパイラルローガルじゃないですか、ね、あ、初期のね。そうそうそう、はい、これってもう今じゃもう使ってない昔の初期の、ね、うん、そうですよね。今ロゴは四角ですから。そうですそうです。だからこれなんか僕らなんかするともうかなりね、もうそれこそ90年代の初期のに使ってたロゴじゃないですか、うん、じゃあカラーリングデザインなんかもクラシックな、クラシカルな感じてますね。まあ、スパイラルもそうだし、このサロマンの文字もそうだし、うん、でこのブーツの色使いとかね、昔あったよね、っね、いいようなカラーリングの色使いじゃないですか、これ。そうですね、これは、スノーボード1997年か、そうですね、その発足当時の初期のシナプスとかマラミュートのデザインですよね。合わせていってるだけですよね。色使いもこういう色使い。あ、確かに確かに。だから、サロモン初期メンバーがまだこの会社にいるわけですけど、これ見た時うわめっちゃ懐かしいなって言ってましたもんね。言ってましたね。まず一言目に懐かしい。なるほど、はい、これがネオクラシックなんですね。そうですね。なるほど。だから、ね、僕らなんかの年代からしたらもう古いね、うん、昔のものだから、うん、まあかっこいいっていう感覚はあまりないですけど、ちょっといいですか。カメラ向いていってもらいます。ごめんなさいね、5分ぐらいずっと僕見て、どうも喋る人見ちゃう。そんな仲良くないんだ別に。そう、僕あんまりそう感覚的にね、まあ、かっこいいなとかそういうのよりは、あ、懐かしいねっていう感じですけど、今の子からたちからするとすげえ新しいと、そう、新しくてかっこいいっていう、なるほど、そういうものですよね。まあそうなんですよね、ストーリーとしては、まあ僕らの年代40アラフォーアラフィフ、アラフィフですね。そう、まあ40代の人から、まあネオクラシックっていうと例えばどうですかね、 80s とか 90s とかがネオクラシックっていうような感じだと思うんですよね。で今の20代の若い子のネオクラシックって多分00、2000年前後のことを言うと思うんですね。だからそれにちなんで FS2000 っていうのかなって勝手に思ってたんですけど、実際どうなんですか、ストーリー的には。いや実はそれもあります、2000年っていう、はい、あ、ですよね。あります。それをさ、こういうモデル出るんだよねっていう、あ、新しいモデルの説明の時に1ミリも話してくれないですよね。いやいや、それ言いましたよ。本当？本当？絶対嘘。はい、いつ言ってくれたんですか？そ
それは忘れましたけど、ね、こんなもんまあ僕らもねこんなもんですけど、こんなもんの集まりかもしれないです ね、まあでもそれがスノーボードのカルチャーだと思うんですよね。はい、あじゃあまあこの FS2000 シリーズっていうのは当時のクラシックな、まあ、カルチャーだったりその当時流行ったデザインっていうのを再現したっていう。そうですね。なるほどね。多分、うん、聞いてる人ごちゃごちゃ喋っちゃって何言ってるか分かんないと思うんですよ。分かんないと思う。なので今からここでグローバルが作ってくれたイメージ映像があるんで、これが当時のシーンの最先端の映像だよっていうイメージムービーを作ってくれたんでちょっと見てもらいましょうか。じゃあどうぞ。どうぞ。いかがでしたでしょうか。噛んでるし。もう一回行きましょう。はい、カットはしないけどもう一回行きましょう。はい。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。どうですか。僕今ギリギリだったから。まあいいけど。さっき流れた映像が、まあFS2000 のプロダクトイメージですよね。そうです、ね。多分そういった、はい、ですね。じゃあモデル紹介、はい、軽くしましょうか。まず。じゃあトールさんお願いしていいですか。これはまず FS2000、まあ、そのままその名前ですよね、はい、ベースのモデルはベースがね、はい、これはカメラ見ていってもらっていいですか。これはね3ポーカーっていうモデルがあるんですが、はい、それ中身がそれになってますね。ツインチップで柔らかめの、はい、まあ今時で言うとハイブリッドキャンバー的な。だからデザインとかはこの昔の古い感じの、ね、クラシックな感じになってますけど、中身に関してはもう今の最先端の、テクノロジー、それが詰まったものになってますね、はいはい、じゃあ次にこのバインディング。バインディングもそうですね。デザインはすごく昔のクラシカルな感じなんですが、そうですね、このロゴはもう昔の、はい、今使ってますね、当時のまんますからね。だけどもこの中身といったらもううちの一番一押しのシャドウフィットのシステムが搭載されたものになってます。ベースモデルは？ベースモデルはこれインラインで言うとディストリクトっていうものですね。まあシャドウフィットのシリーズの中でも一番ソフトで足の動きがナチュラルに使えるモデルですよね。まさにです。はい。じゃあ最後、はい、ブーツは？ブーツ、はい。これさっきいろいろシナプス、とかそういうの出てきましたけど、うん、まあ。昔だったらそのシナプスが一番ね、最先端のモデルだったんですが、今はこうですね、新しく FTR に変わった、うん、ラウンチ。なるほど。ラウンチの、レースボアですね。ここは前前面が普通のクラシックのレースで、横にこのボア、まあ、中でこう足首を締めるんですけど、その機能がついた。そうだね、このストレートジャケットっていう機能なんですけど、これはまた別コンテンツで説明した方がいいかもしれないですね。そうですね、ちょっとね、そうですね、その方がいいですね。じゃあまあ基本全部のモデルがデザインカラー使いっていうのはクラシックなんだけど、ね、ベースになっているモデルっていうのはまあサロモンのハイテクノロジー盛り込んだ最先端モデル。じゃあどういった人に向けてるかっていうと、どちらかというとフリースタイル、まあ、基本的にはフリースタイル、ね、そうですよね。ツインチップで柔らかめのソフトなモデルなんで、まあフリースタイル、パークとか好きなキッズたち、そうですね、ライダーたちも
まあ、有名どころで言うとあれですよね、トミーゲズメを中心とした若いフリースタイルのライダーが乗ってたり、日本だと山本コンラットがメインで乗ってて、PR してくれてるモデルです。あ、じゃあここでコンラットのイメージ映像あるんで、はい、それ見てもらいましょう。はい、SF2000 結構パークとかで使ったりしたら調子いいですね。ジムとかもできるし、まあ、サイズちょっと上げたらジャンプも飛べるし、結構いい感じのいたなと思います。まあ見てもらえると分かるように、なんか昔のその1990年代から2000年代のモデルのリバイバルになってるから、結構若い子とかそういうのが好きな人とかが乗ったら結構テンション上がると思います。はい、いかがでしたでしょうか。そういえばですね、この FS2000、うん、はい、最初に言い忘れたんですけど、ストーリー、あ、そうそうそう言い忘れた、いや言ってください、お願いします。まあ、はい、このね、昔のこのネオクラシックっていう、まあ、リバイバルっていうところは、うん、まあ、もちろんそう、そうなんですが、まあ、もともとそのフットとかで、サラも外人ライダーチームですよね、うん、今若い子たち結構いるんですけど、うん、この昔のこのスパイラルロゴとか、うん、この古い感じがかっこいいっていう、まあ、もともとなんか言い出して、あ、なんか会社に遊び来た時に見て、そうそうそう、うん、で彼らってやっぱ若いからその古いものかっこいいっていう、うん、そういう感覚だったんで、うんうん、あ、じゃあちょっとこういうの作ってほしいっていうので、まあ、作ったのもあるんです。それだ、結構大事ですむしろメインのストーリーじゃないですか。そうですね、いや、はい、だってそうやって言うとまた長くなっちゃうんですけど、初め僕らさ、これトールさんに見せられた時クソダセーだろこれはっつって、そう、おじさんの考えだと思って、どう、わかんないとか言ったんだけど、やっぱりライダーたちが見て、もうコンラッドとかこの渦巻きマーク知らないし、神宮寺海斗とかも言ってたんですけど、見て超かっこいいっす、そうですね、使いたいみたいな。展示会に来た時もやっぱり僕らと同じ年代とか上の方、はいはい、が見て、うわこれどうなのとか、まあ、結局みんな懐かしいとかしか言わない。そうそうそう、いや懐かしいねとはすごい言ってくれたんですけど、はい、売れるかって言ったらみたいな感じだったんですけど、若いね、若いスタッフの子来たら全然これやばいっすねみたいな、かっこいいですねって言ってくれましたからね、うん、はい、なんで今見ていただいてるお店の方も多分見てると思うんですけど、疑問で思ったら若い子にはもう最高のヒットデザインですよね。若い子におすすめしてください。はい、乗り味、乗り味も間違いない。間違いないですよね、はいはい。本当に細かいことっていうよりはもうデザインイメージ、もうイメージで、ね、で先行のアーリーモデルですので、はい、アーリーモデルって去年の早い時期から来期モデルとして展開するよっていうことですか。そうですね、そうです。だからこれからまあ冬ですけど、まあ、これから新しく出てきますよね。だけどまあそれがもう、もう古いモデル、これは古いモデルじゃなくて今年の新しいモデルっていうのを考えて、あ、じゃあ今期の2021モデルにも入ってるっていう、まあ入った片上に載ってないですけども、うんうん、2021モデル先行してこう出たのって感じですよね。カタログに入れるのを忘れたっていうことではないですか。それはさすがないですね。はい、で最後、はい、締めのお言葉、はい、いただけますか。わかりました、はい、はい。じゃあこの動画を見て、面白いと思った方はいいね、高評価よろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくね。まあそんな感じで、また次回、はい、よろしくお願いします。